のさだのお母さん、チェマンよりもったいなかったからさ。皆さんプロ野球は好きでしょうか。今年もプロ野球で深刻なのはですよ、2年連続トリプルスリーの山田哲人がもうセリーグの打率ドベなんですよ。スター選手がこんだけ苦しんでるっていうことは、山田哲人を勇気づけたい、プラス山田哲人みたいになりたいなと。ヤクルトの本拠地の神宮球場の前で山田哲人のモノマネをしたら人気になれるかどうかをですね、やっていきたいと思います。まあ、ちなみに愛知県出身で中日ファンなんですけどね。俺山田より今山田練習してると思うよ。なんで釘使ってる？ごめんね、毎年怪我して。ヤクルトファンですか？ファンです。なんとも言えなくなっちゃった。バレて、バレて、バレて。面白い。面白い。バレて、そうしていいじゃねえか。危ない。バレてるよ、マジ見てる。今バレてる。故障してごめんなさい。謝りに来た。復活待ってるよ。故障してごめんね。ごめんね。怪我してごめんね。ごめんね、怪我して。来年も残る。このチームで優勝したい。バレンティは必要だよ。欠かさないね。よしのぎ、バレても乗せたい、自分に。よしのぎ、ないバレンティ。秋吉やったじゃん。秋吉バレて。ここは大丈夫です。やろう、もう一回蹴っ飛ばすわ、あれ。ソフトバンク行けば、応援がダサくなるけど、金もらえる。